すげえ、マジのガチのマジで黄金、全身黄金じゃねえか。作る、だから発見がある。恐竜を骨格から組み立てろということです。プラノサウルスの、ティラノサウルス前組み立てたやつあるじゃん、改造したやつ。それの黄金パーツ、しかも、外皮がさ、この外側のパーツ、うちのさ、骨格は黄金なんだよね。それが透き通るように、クリスタルボーイみたいに、透明になっているっていうことですよ。ここがすごいよね。ちゃんと黄金が透き通って、マジクリスタルボーイじゃん、クリスタルボーイ。マジすげえ嬉しいんだけど、コブラのさ、クリスタルボーイっていうめっちゃかっこいいキャラが、あんま知らない人のために説明すると、いるんだけどさ、そいつすごいね、まあ、こんな感じ、似てるっていう。あいつもこんな感じなんだよね。中が見えてるんだよね。で、普通の銃は効くんだけど、レーザー光線とかね、中でこう屈折されてる効かないっていう。こいつもそんな感じかな。めっちゃ楽しいんで、ゴールドメッキバージョンということで。全身の骨格が金色に輝く、特別仕様になっているよ。外皮はクリアパーツィング、今見た通りね。まずは、そしてお決まりの骨格ビルドから始めよう。ドドン。これです。うわぁ。メッキ剥がれないように綺麗にニッパーで切った方がいいような気がするな、今回ばかりはね。で、骨格から組み立てて、最強のハンター、ティラノサウルスを知ろうと。これは骨格ビルド。で、外皮をつけてこんな感じで。うわぁ。つけても、つけてなくても、どっちもかっこいいね。いや、これどっちも、どっちでディスプレイしようかな。骨格ビルドに対しての恐竜ビルドね。こっち恐竜、外皮パーツをつけてね、完全なる恐竜ができているってね。すげえ骨格の上から外皮パーツを取り付けてね、こういう風に黄金が見えてるんですよ。素晴らしいね。黄金スケスケクリスタルボーイ的なティラノサウルスということで。で、プラノサウルスは楽しく遊びながら恐竜の秘密を発見できるプラモデルですと。で、説明が書いてあるんだよね。プラノサウルスシリーズは、本やフィギュアでは見ることができなかった恐竜の骨格、外皮を一つ一つ確かめながら自分で組み立て、自分の手で恐竜を知り尽くすブランドでありますと。世界にたった一つ、君だけの恐竜を作って、楽しく遊びながら恐竜の秘密を知りましょう。他にもね、この色々出てるんだよね。スピノサウルスとかさ、モッサーも出ててさ、それのさ、黄金とかもいつか出ないもんかね。次のキャンペーン第2弾、あるとしたらトリキラか。トップ水が黄金来ると思うんだけど。よし、それでは、いやー、開けようかな。ちょっとメンバー限定のね、配信の時、チラッとね、見たんだけどね。よかった。すげーよかったよね。行くぞ、みんな。ドゥルッドゥッドゥルーン。と見せかけてるのか、これ。うぜえよな、これ。ドル、ポー自然に拍手が出ちゃうよ。見て、これ。黄金ボディ我覇者なり黄金なりゴールデンボーイなりゴールデンボーイすげえ。ここだけだとクリスタルボーイなのにゴールデンボーイだよね。これはかっこいいぞ。いやすげえ。もうなんかさ、ここさ、ランナーの部分も取っておきたいね。このランナーの部分、黄金のね、ランナーの部分いつかなんか改造とかで使えそうな気がする。あばらが黄金だぜ。すげえ。ご参加フェイスはもちろん黄金でありまするラーメンドゥルって素晴らしいね。ほほほ。で、こっちが外皮パーツ。外皮パーツだけだとすごいしょぼい感じがする。しょぼみたいな。何もねえじゃんか、みたいな。ただの透明な、ね、ランナーじゃねえか、みたいな感じになるけど、これと相乗効果ですよ。ああ、そういうことかと。中の黄金を邪魔しないためのクリスタルボーイ。そっと置いて。あざっす。素晴らしい。いや、これは楽しいだったら組み立てるぞ。で、これが、ダイゾンクリアなんだね。ダイゾンクリアになってる。そしてね、このシリーズお決まりのこのね、あ、同じかな。俺は、あれだね、特別仕様とかじゃないね。前のティラノサウルスのやつと全く同じだわ。羽毛タイプとね、羽毛ないバージョンが、なんつうの、鱗バージョンっつうのかな。まあ、でも羽毛あった方がね、俺的には良くてね、羽毛バージョンで改造したんだよね。羽毛、なんか、前足にも毛がついて、空飛べそうな感じがしててね、羽毛タイプがすごくね、個人的には好きなんだよね。で、凶暴な恐竜、ティラノサウルス、強そうだね。でも足に比べると手は小さいんだ。小さい手でもパワーはあったの。そうなの ?200kg のものを持ち上げるほどよ。わぁ、バイクを持ち上げてる。わぁ、エクプケポモールサイガー。オールドメッキバージョン、ご当選おめでとうございます。この度はキャラパキシリーズをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。キャンペーン景品のプラノサウルス、ティラノサウルス、ゴールドメッキバージョンをお送りさせていただきます。あざす。今後ともバンダイの商品を末永くご愛顧、あ、そうか、これバンダイ商品だったっけ。
そうか、これ、あ、そうか、キャラバキってバンダイの商品か。ちょ、せっかくだから、カラーが良かったね、ここね。それではでは、早速中身をね、ちょ、確認して、これを見ながらね、前もう2回見ながら組み立て、めちゃめちゃ簡単に組み立て、なんも違うとこはないと思うから、まあ、これ、羽毛バージョンとかにしてもさ、透明だから分かんないだろうね、あんまね。あんまちょっと見分けがつかないんじゃないかなと思うんだけど。ただ、新学説とかもね、ここに出てるんで、ここだけ先に読んじゃうよ。この、鋭い歯とかね。日本語でも英語でも両方でも書いてあって、両方書いてあってね、どっちでも読めると勉強にもなるよね、これね。長さ 1.5 メートルを超える頭骨には最長30センチメートルもの、太くて硬いバナナ型の、歯が52本も並び、人の歯は28から30本。人の歯もさ、個人さんの面白いよね。ぴったり決まってないって。獲物を骨ごと噛みちぎることができたっつね。顎の力も強いからね、ティラノはね。で、こっち側、これ。大きな体を支える秘密、足の骨の特徴だ。なんかほんとこう見ると鳥の足みたいな形してるよね。図のように真ん中の骨の付け根が左右両隣の骨に挟み込まれていた。そのおかげで強い衝撃を吸収でき、大きな体で走っても耐えることができたんだっつね。こういう風に2本支えるんだね、この1本をね。ただ重い体重でも支えることができた走ってね。すげえ、ちゃんとうまくできてんだよな。進化ってすごいの、うまい具合にこう進化してくるんだもんね。でもさ、人間ってさ、1回しか歯、あれじゃん。ここさ、あれ進化のミスだと思わない？歯なんてさ、何回も生えてくるようにすればいいのにさ、1回しかさ、もう、ね、歯変わらないじゃん。乳歯からさ、大人の歯になって、もうそれからもう無理じゃん。大人の歯折れたらさ、もう終わりじゃん。何回も生えてサメみたいにね、生えてくるようにしてくれたら進化してくれたらよかったのに。って思うんだけど。みんなどう思う？手のパワー。大きな体に対して手は小さいが、片手でさっき見た通り200キロだからね。すごいよな。小さな恐竜のパンチで倒せたかもしれないっつ。こう前足の力とんでもないんだよね。200キロ。まあ、この図体から考えたら、ま、200キロぐらい当たり前か。こんなちっちゃくても。見た目はちっちゃくてもね。で、噛む力ですよ。噛む力は恐竜の中でも最強の約6トンで、アフリカゾウの体重に相当。やべえ、化け物だね。この噛む力はワニの約2、3倍、ライオンの約18トン、そして人間の90倍に当たる。パワー！絶対勝てねえよ、台湾これ。やば。噛む力。もう噛むために生まれてきてる。噛む申し子みたいな感じだもんね。ティラノサウルス。では、では、早速。おー、この、ゴールドメッキバージョンのね、ランナーを出しましょう。封印を解きます。パーリー！悪欲をね、うわ、マジ緊張してきた。ちょ、マジドキドキしてきた。やばいや、あ、ちょっと待って。キルの見せた、キルの見せた。ちょ、折らないようにしないとね。おー、すげえ、みんな見てくれ。これが黄金だぜ。赤いトレイをゲットした覇者だけが手に入るという、この噂の黄金のティラノサウルス。すげえ、なんじゃこりゃ、なんか手触りもいいね。うわぁ、黄金って感じ。黄金。黄金って感じ。マジで。これぞ黄金。ザ、黄金、ジ、黄金。すげぇ。黄金ボーリーパワー。なんじゃこりゃ、かっこいいなぁ。まずは骨格ビルドからなので、これを、いや、ちょっと待って。これ絶対リッパー使うといいと思わない？いや別にこれ道具いらないシリーズだからさ、大丈夫。道具とかいらないんだけど、ここに書いてある通り。でもなんかさ、ランナーから取るピッて間違って上の方、メッキとか剥がれたりしないかな？一応ニッパーで切ろう。一応ね、一応ニッパーで切って、ちょビビーだからさ、俺、せっかくコレクションがさ、ちょっと壊れたら嫌だから。それじゃあみんな行くぜ。自分の大余計のパワーを信じるんだ、みんな。大余計のパワーを信じるんだ。ちょっ、え、切れちゃった。お、切れて、切れてる。切れ、手応えなさすぎだろ。切れてるか切れてないのか分からん。ほう、ほう。あ、こっちね、こっちも、こっちも。切りまして、チョキと。そして、どうだ？綺麗に取れたかな？うわ、めっちゃ金だ！すげえ！めっちゃ金だ！顔のね、この中のパーツをね、うわ、すげえ、中まで黄金だもんね。すごくね、これ。わあ、かっこいい。かっこいい。見て。超かっこよくない？黄金のティラノサウルス。やばいね、これ。めっちゃかっけ。これもう一点マジで欲しいわ。これもう一点欲しいんだけど、どうしよう。で、こう挟み込むよね。綺麗にこう、ピタって合うようにね。こう挟み込みます。すごくね、こう、うわあ！どのアングリングから見ても黄金ですよ。
黄金パラダイス。ただね、やっぱね、ランナーと繋がってるところはしょうがない。切っちゃうとやっぱね、黄金途切れちゃうから、ここは、あとだよね。今、ゴルフリー作ってるんだけどさ、そのゴルフリーでめっちゃ使ってるペン、黄金ペンがあるからこんな感じで塗れるやつ、そこでちょっとちょんと塗って、黄金にして隠そうと思う。あとでね、仕上げの時にやろうと思うんだけど、ちょっとやっぱランナーと繋がってるとしょうがないよね。金メッキつけらんないからさ、ギューすげー見てくれ、これ。ギューわれ、覇者なり、黄金なりよ、すげーなりー、これはかっこいいね。ギャオー。うわー、これはコレクション中でこれ、すごいよ。マジでかっこいい。ちょっとやっぱ気になるけどな。金メッキ剥がれてるのかな。ほんと綺麗じゃないこれ。見とれちゃうね。もう、この一本だけ、この背骨のところのさ、これだけで見とれちゃわない。すごい綺麗なんだけど。黄金。いやー嬉しい。赤いトレー頑張ってよ。よかった。もう出ないんじゃないかと思ってね、諦めかけた時もあったけど、頑張ってね、調整した回があったよ。黄金のティラノサウルスを手に入れろシリーズ。おお、嬉しすぎるわ。こんなかっこいいの手に入るんだもんな。すげえ。キャンペーンまだ終わってないみたいだし、もうちょっと頑張ってみようかな、もう一個。これやっぱね、もしもう一個赤いトレー出たら、赤いトレー取っておこうと思ったんだけど、やはりね、変えた方がいいね。うわ、見て、こう、輝き。そして次に前足のこの、あれだね、パーツ、つけるパーツをここに、つけまして。おわ、すげえ。黄金だから穴が見にくい。黄金だからね、すごい穴が、ここに穴が開いて、ここにね、合わせなきゃいけないんだけど、こういう、お、来たー。ついたね。これは、人間でいう肩甲骨のとこかな。このパーツをつけて、あとはね、こっち側に裏返して、ここのね、これちょっと難しいんだけど、ここと合わせてね、ここ。ここにね、溝があるんだけど、ここに合わせて、こういう風に、これで完成ということで。で、ここもね、ちょっとモニター越しだとまず、わからんな。うん、わかんないよ。モニター越しだとまずわからんと思うんだけど、肉眼で見るとやっぱランナーついてるところはちょっとハゲててかっこ悪いから、ここも後でね、ペンでちょんってやって、塗ればわかんなくなると思うから、まあ、気にせず進めていきたいと思います。このままね、できました。ほんとここに内臓が詰まりまくってんだね。でも内臓がないからぽっかり穴が開いてますよ。おー、すげえ、どんどん重くなって。次に、この腰の、肩甲骨のとこ、骨盤か。骨盤のとこか。この人間で言うね、骨盤のところのパーツを、作りますということで。まずね、この穴にこの、ボールジョイントのパーツで受け皿をこうつけて、そして、合ってるよな、これ。大丈夫かな？ここに、あ、スポットちゃんと入ってね、ここに入れてと。一回目確かここ間違ったんだよな、なんか、はまんなくてうまく、浮いちゃってたんだけど、骨。で、ここにちゃんとはまってなかった。あ、ちゃんとはまってるね。大丈夫、ちゃんとはまってるから、OK と。おー、できたー。素晴らしいね、どんどんできていくね。で、ここもね、こういう風にね、噛み合うところがあるから、ここにちょっと噛み合わせてちゃんとね、ここで止めると。よし。そして、あとは、反対側をちゃんとこことここ。いや、なんか黄金だからかな。すごい緊張するんだよね。もし、カツンってなったらメッキ剥げたりとかしたらすごい嫌だから。めちゃめちゃ緊張、いつもの5倍ぐらい緊張してるんだよ。やばいなと思って、ミスったら、ここに、OK だな。で、あとはここも合わせて、あとはこの首のパーツを、ここにつけて、もう難しいところはね、もうすべて終わったなので、あとはもう、前足と後ろ足と尻尾つけて終了だから、ここまでがちょっと緊張の一瞬というか、なんというか、頭、おーつけて見て、うおーおー、これはかっこいいわ。もうこれだけで飾ろう。もう外皮いらん、多分。いや、でも、クリスタルボーイみたいにしたいな。ちょっとクリスタルボーイみたいにしたいから、俺マジでクリスタルボーイめっちゃ好きなんだよね。なんで感じしたけど、一応外皮パーツもつけてみるけど、もうこれだけでかっこいいね。黄金の、いや、もう早速、もう前足と後足と尻尾つけちゃおう。もうあとはね、もうつけ、取ってつけるだけだからさ、もう緊張ないわ。もう失敗することないでしょう。すげえ。完璧。いや、完璧だ、この黄金のティラノサウルスのかっこよさ、見て。やべえ。全身黄金だよ、ほんと。どのアングリングから見ても。黄金全身。まあ、ところどころ剥げてんのは、ランナーの繋ぎ決めが、まだあるんだけど、そこは、まあ、さっきも言ったけど、後で直すから、それはもう気にしないで。あんま、モニター越しだと分かんないと思うけど、
でも肉眼で見たら結構気になるんだよね。いやーでもすげえわ、底抜きでした、もう完璧、黄金のティラノサウルスね。これはアクリトレゲットしてて本当に良かったと思うね。今更だけど本当に思うわ。諦めないでゲットしよかった。こんなかっこいいの手に入る。今もまだやってるよねキャンペーン。みんなまだ間に合うと思うから、あの終わってたらごめん。でもまだ売ってるからキャンペーンのチョコ、やってると思うからさ、ぜひね狙ってみて。今はまだ間に合うと思うから。めちゃめちゃかっこいいよ、黄金のティラノサウルス。まだ売ってるってことはやってるってことだもんね、キャンペーンのやつね。つい最近セブンのあの無料の交換のやつも俺買ったし、まあ、全部外したけどね、赤いトレイは出なかったけど。いやー、これはゲットする価値あるわ、赤いトレイ。めちゃくちゃかっこいい。で、あ、そうそう、トレイ、下のトレイ、あの台座もあるので、台座にここにセッティングしてみましょうか。黄金を邪魔しないクリアパーツっていうのが台座はね、いいよね。黄金を邪魔しないですよっていうね。これは別に、本当はニッパー使ってたけど、こうやってね、手で取れる商品だから、これ。ジュラシックパークすぎるんだけど。これは、うーわー。やっぱ下がさ、黄金に対して下も目立ってた。あ、でもさ、黄金と黄金でもよかったかもね。黄金、黄金、ダブル、これ黄金にしてみるかな。いやでも、黄金のせっかくのティラノサウルスを邪魔しない方がいいから、黄金を邪魔したいこのクリアパーツのチョイスは全然いいつが最高だと思うわ。黄金を邪魔しないクリアパーツの台座っつね。黄金でもかっこいいかなと思ったんだけど、黄金ティラノサウルスをせっかくね、これかっこいいから邪魔しないクリアパーツの台座っていいね、クリア台座ね。できました。これが骨格ビルド。ここまでがね、骨格ビルドで骨格を完成させる。尻尾をちょっと稼働するんだよね、これね。尻尾ね、ここね。ちょっと稼働するっていうね。で、次がね、恐竜ビルドで、アーマーをね、つけていくように、外皮をね、つけていくんですよ。この骨格に対して。外皮をつけていって、羽毛バージョンでつけようと思うんだけど、この透明クリアパーツの、いや、いらんかな？どうする？いや、いいわ、つけんわ。あ、でも、レビュー動画としてはつけないとダメか。ごめん。レビュー動画としてはね、やっぱつけないと。まあ、これは黄金とかじゃないか。もうね、手でね、全然怖くないですよ。メッキ剥がれる心配ないから、手でこう取っていき。本当はね、これバリバリ簡単に取れるシリーズなんで、道具いらないシリーズだからさ。あとはもう全部こう取ってね、ただね、つけていくだけだから。いや、でもつけないわ、絶対もうクリスタルボーイにしたいね。ちょっとね。ちょっとクリスタルボーイを見たいからやっぱつけるか。ちなみにね、羽毛バージョンじゃないね。普通の鱗バージョンって言うのかな？はこんな感じになる。こうやってね。これはまあ可愛いんだけど、俺羽毛バージョンの方がね、好きなんでね、トサカみたいなのが可愛いから。こっちの羽毛バージョンの方を取り付けますと。そうするとこうね、縦紙みたいなのがついてちょっと可愛くなるんだよね。おー、やっぱいい。クリスタルボーイみたいになったわ。やっぱ想像通りクリスタルボーイみたいになったわ。ただやっぱね、つけない方がいいね。外皮パーツ邪魔だわ。外皮パーツつけないで、黄金が薄れるから、俺やっぱ黄金が好きだからさ、黄金のティラノ、つけないで飾るのがベストだけど、つけるとやっぱね、クリスタルボーイみたいになってかっこいい。クリスタルボーイならぬクリスタルティラノサウルスっていうね、おー、レーザー光線は効きませんっていう、変光ガラスっていうか変光でもうね、相手にそのまま返すっていう、あ、いいね、かっこいいわ。これはこれで気に入ったな。でも完全にクリスタルボーイだわこれ。中スケスケ、おお、なんか凍ってるティラノサウルスにも見えるよね。アイシングっていうか凍ってるティラノサウルスって感じもしない。でここにゴソガフェイスをつけて、これで完成と。じゃじゃーん、ブルーできたー。で、ね、腕とね、ここはね、羽毛パーツにしたんだけどさ、尻尾はね、普通のティラノにしてみたんだよね。ほんと、羽毛パーツのこの尻尾のやつあるんだけど、尻尾はね、普通のこの尻尾にした。これ、あえてね、こっちにしてみたんだけど、まあ、後で変えるかもしんないけど、とりあえずこれで完成。クリスタル、ティラノサウルス。すげえ。めちゃくちゃなんか、ボリューミーになったよね。骨だけだとちょっと少ない感じはするから、スカスカな感じはするんだけど、やっぱ身にまとうと、外皮を身にまとうと変わるな。ボリューミーになるわ、すげえ。で、これも台座にセッティング。あ、これね、最初骨の時はこの台座で支えるんだけど、これで支えるんだけど、外皮パーツをね、つけた後では、このパーツでセッティングするんだよね。ここまで適当なところに刺して、で、足の裏に穴があるので、これね、まあ、どっちにもあるんだけど、これは。で、ここに刺してね、こんな風に。セッティングすれば、これで完成だね。台座にもセッティングして。
いやー、かっこよかったな。さすが赤いトレイ。キャンペーンの黄金のティラノだね。一味違うね。やっぱりこう、組み立てで見るとね。めちゃめちゃかっこよかったわ。ただやっぱこれ表面凍ってる。なんかティラノサウルスに見えるな。なんかちょっとイワイチな感じすんね。こう、つけるとね。まあ、かっこいいんだよ。かっこいいんだけど、やっぱ俺的にはない方が。でも飾るとしたらこっちの方がいいか。ホコリとかたまんないだろうしね。これ中にね。骨の中にホコリ溜まると取るの大変そうだし、まあ、飾るときはこれで行こう。ただ、俺の個人的な意見だけど、骨つか、ちょ待って、これずらすか真ん中の方がいいかも。ということで、今回は待ちに待ったね。黄金のティラノサウルスの組み立て。あ、本当はね、去年の年末配信でやろうと思ったんだけど、恋狩りしてできなかったんだよね。年末年越し黄金のティラノを組み立て配信やろうと思ったんだけどさ、生配信やろうと思ったんだけど、恋狩りしてできなかったんだから、今日ね、やっと組み立てられたって感じ。1ヶ月遅れかな?ちょうど。まあ大体だけど、1ヶ月遅れの黄金のティラノサウルスでした。すごい格好。まだキャンペーンやってると思うから、さっきも言ったけど、みんなもぜひね、狙ってみて。まだチャンスはあるよ。それが中古ショップとかでも多分出回ると思うから、ゲットしても、これめちゃくちゃかっこいいから、ただ、自分で赤いトレイをゲットして手に入れるのがやっぱ一番いいと思うから、愛着が違うからね、愛着がね、ぜひ、ゲットして組み立ててみてくださいということで、また次回、次のプラノ、サウルスの組み立て動画で次何出るんだろうね。お会いしましょう。あ、俺まだアンキロ組み立ててないから、アンキロ組み立てよ次。とりあえずアンキロサウルスを組み立てね。買ったはいいけど、積んどったわ。やべ、積みプラになっちゃった。恋枯れしてしばらくやってなかった。予定が崩れてたから。あ、やべ、こっち取れてた。こっちも羽毛にしようかな。こっちもで半分だけ剥がすっていうね、裏技もあるんだけど、まあでもせっかくのクリスタルボーイだからね。クリスタルティラノサウルスだからこれで。いや、かっこいいね。やっぱかっこいいわ、クリスタル。凍ってる感じする。で、顔面だけちょっとハグっていうのを手だよね。ガンってね、こうね、剥いじゃってもいいような気がするけど。